どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあやっていきましょう。空気読むよ。がっつり空気読んでいこう。これは一体何をやるんだろう。選べんのかな、種類。そういうわけじゃないのか。あ、もうガンガンやる感じだ。オッケー。やってやろうじゃん。第一問。はーい。とりあえずね、ここはもう分かってますから、そうなるっていうのは。はい。第二問。お次は？おー。よいしょー。空気読んだよ。小学生ドミノ世界記録に挑戦。これ倒れないわけにはいかないね。伏せ。はい。よーし。第4問。これランダムなのかな、順番は。そしたらさ、バカじゃん。はい。関東だったら左、関西だったら右に並ぶと。第5は。第 5？ 第5問。お。これは空気読んでここだろ。そりゃそうだ。鳥人間コンテストで確かこういうのあって、お、程よく読めてるっぽい。二人連れ。なんかこういうのほほんとしたゲーム俺すごい好きなんだよね。5問ずつであるんだ。寝るんだ！うぅ、あ、起きれない。あ、なるほどね。一旦寝たらもう、起きれないようになってんだ。第7問。やり直しが効かないように。あ、ご注文は？これ生だね。うん。生で。てか3対3にしろよ。生。一人が幹事か、男の。だって、患者は美味しい思いしないっていうのが暗黙のルールだから。まあ実際してんだろうけど。お、これは、はい、ボタン押す。はい。押しすぎたかな。これ絶対これ A、B、C の方々に対して評価悪いよ、これ。うん。第9問。お、A、B。あー、なるほど。俺これ、そしたら C 子ちゃんだね。C。俺 C 子ちゃんいいなって、これ A 子ちゃん、一人、一本釣り。第10問。来た。この最後の一品を倒したら、付き合ってください。うん、いいよ。これもうパーフェクトなタイミングで。いや、あえて、倒れるかなーコトン。ふふふ。ちょっと少しじらす。程よく、読めてるっぽい。やったぜ。さあ、お次だ。第11問。次は一体なんだ？お！あー、怖い。えい！あー！しくった。ただ潰されるだけ。丸ボタンだったか、今のは。起立！はい。何？レイ！オッケー。着席！はい。シンプルだね。そういうもんだ。さあ、そして第13問。彼女と動物園に来ました。うわあ、見てはならない。去るのだ、直ちに。これはちょっとね、気まずいよ。第14問。ヒー幽霊。第15問。あ、来た。ウェーブ。あ、やばい。アホがいた、今。ちょっとじっとしなきゃダメだよね、こういうウェーブって。せーの、よいしょー、いいね。よしよしよし、とりあえず成功だね。第10、程よく読めてるっぽい。いや、買おう。いいじゃん。第16問。あ、なんだ？あー。これはそうだね。うん。さすがに、これはよくやりますよ。僕、上にやるんだよね、よく。傘上にこう、グイってやって、向こうから来た人の傘の上を通すっていう感じ。上上言いばっかりね。あ、これは、はい。知ってんだ、これ。終点なんだろ？次は、終点、中野車庫でございます。押さないよ。誰もいないしね。もう、誰もいねえんだっていう。第18問。でもなかなか確かに終点まで来るって駅以外ないよ。こっちなんだな、これが。すると、あ、いや、空気読んだね、今俺。いい空気の読み方した。第19問。そして、今日は彼女とデートだ。恋愛映画だよ。知ってる？うん。君の名はが無難だったな、当時は。
当時ってか、流行ってた頃は。これもバカ野郎。こういうのはよ、あーだだだ。ちゃんともう車道側を歩け男は。これはね、そういうね、カップル見てるだけでちょっと、おって思うもん。普通に、いや、男を車道側歩けよっていう風に思っちゃいますよね。ちょっとこれはね、マジで伝えたい。別に男尊女卑とか、女尊男卑とかそういうこと言う気はないけど、当然だろっていう、それは。見るな！ARTV アナウンサー、お前。AR ってもしかして空気のエアーから来てんのかな？へへー！第23問。これは彼女の歩幅に合わせよう。うん。なんかいる！おい、なんだ後ろのあいつ、兜被ってんぞ、おい。第24問。今日はデートです。そろそろ彼氏と思っていいのかな？ん？アニメを見に行こうとするので恋愛映画にさせました。男って本当に空気読めない。彼ったら勇気を出して手を繋いできた。もう私たち付き合ってるよね。これシーコさんもしかしてうまくいってんのかな？あらやだ！あらやだ！いい雰囲気。おほーい。いいね。わあ、俺も高校時代こんな恋愛してたなーなんて。逃げる！逃げるんだ！バック！あからさまに、あからさまにが一番いいのか、評価的には、きっと。うん。オッケー。完璧に読めてるっぽいなんて出んのかな？第26問。誰がイエロー役をやってくれるかな？はい。音！おい！っていう感じの音がしたけど、今。第27問。これは、こうだ。いいね。イエロー、露骨すぎるよ。第28問。もう最近イエローって別に太ってる人じゃないの。これ腕じゃね？こっちだ。ブヨブヨってなんやね。オッケー。やったぜ。これは引っ掛けだね。手があったからちゃんと。第29問。お。脳内占いで君のを見てあげるね。わあ、楽しみ。やめろおい、ドスケベ女じゃねえか。嫌じゃない。俺はそういうの大歓迎だからさ。右向け、右。これを知ってんだ、俺。つまり、そうだよね。こっちから見て左だから、右を見なきゃいけないんだよ。あからさまに読めてるっぽい。これだから、反対側から見ると左を向くんだよね。うん、今危なかった引っ掛けなんだもんな。きっとソウルで合ってると思うんだよね。お前ってちょっとムカつくな。あとお前 T シャツ欲しいね、ちょっと。髪切りに来たんだったらバーバーじゃないの多分。今読み損ねちゃったんだよな、今。一瞬。第32問。Thank you。顔がちょっと大人っぽい。第33問。お、君が手術に勝てるよう明日のホームラン打つぞ。え、まだ怖いな。あ、やべえ、手術できない。絶対心折れた子供の。お、その時行為は始まったのである。第35問。なんだ？これが最後のボールだ。絶対に当てなくちゃ。当たった今。いいんだよねこれで。これはしょうがない。そこはかとなく読めてるっぽい。間違えたらしい、どうやら。まあホームランが失敗したな。しょうがない。ということで次回へ行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかでした。えいでした。またね。またな。
いや、丁寧だったら最後のまただも変えろよ。